皆さんおはようございますただいまから本市議会12月定例会の継続会議を開会いたします本日の出席議員は30名でありまして定息数に達しておりますのでこれより直ちに本日の会議を開きますなお関係者の出席につきましてはあらかじめ 出席を要請しておきましたので、ご了承願います。次に、本日の会議日程について申し上げます。日程については、あらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。署名議員については、会議規則、 第88条の規定により、議長において佐藤義行議員、本田玲子議員、以上2名の方をご指名申し上げます、この際、安倍光政議員から、去る13日に行われた総括質疑における発言の一部について、取り消し及び訂正をしたいとの 申し出がありましたのでこれを許可することにいたしますご了承願います安倍光政議員去る十二月十三日の私の総括質疑の発言中訴訟上の和解に関して一部事実誤認の発言がありましたので次の四箇所について発言の取り消しをまた。 5箇所についいいて発言の訂正をお願いいたしますまず、私の7回目の発言中、あなたの方で県の方に出したから、平成17年に行っているのですまでの部分、次に10回目の発言中、17年に都市計画から都市計画出したからうん、これを下確信したやつまでの部分。 さらに11回目の発言中、地下水についてはから、これ知事に送っている文書なんですまでの部分。最後に12回目の発言中、これでもう一,もう一つ非常に困った問題が出てきたのはから、これ1航空も2航空もまでの部分。以上の4箇所について発言の取り消しをお願いします。また、発言の訂正につきましては、 私の7、8、9、10、および12回目の発言中、9億ま、または9億円と発言した部分を、それぞれ6億5千万円と訂正をお願いしたいと思います。以上ですただいまの申し出のとおり、発言の取り消しおよび訂正をすることにご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。 よって採用決せられましたこの際議長から安倍議議員に申し上げます議会は言論の府であり、ネット配信など、市民に広く公開された会議において、二元代表制の下、市長と議会がお互いに真剣な議論を戦わせ、より良いまちづくりを目指した政策を決定していく場であります。 今回の安倍議員の一部不正確な内容の発言は関係する市民の不安をいたずらに煽りまた議員の判断を誤ら,らせる恐れがあるものでありますこのようなことから発言にあたっては資料の精査など事前の準備を十分に行い根拠のある正確な数字 内容等で発言するよう厳重に注意いたします。なお、説明員におかれましても、議員の発言内容に不明なところがあった場合には、反問権を行使するなど、根拠や数字、内容等の確認を行い、的確な答弁に努めるよう注意を喚起いたします。 これより日程に従い議事を進めます。各委員会の審査報告に移ります。まず案件を付にいたします。議案第84号内誌同第117号、承認第24号、請願第5号内誌同第7号、 陳情第6号及び同第7号、並びに議会閉会中の審査付託とされておりました陳情第5号以上の所案件を一括議題とし、これより各委員会の審査報告に移ります。まず、総務委員会の審査報告を求めます。総務委員会委員長 小林朔一議員。おはようございます。さ、えー、る13日の本会議において、党委員会に付託となりました 主案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追って御報告申し上げます。まずはじめに、議案第93号、会津若松市税条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については、特段異論のないところから、原案通り可決すべきものと決定られました。次に、 議案第九十四号、合津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、及び同第九十五号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の2案件についてでありますが、相互に関連のあるところから一括して審査を進めた経過にあります。利用案について、 まず問われましたのは、執行機関が設置する特別職報酬等審議会が議員報酬を審議する当然の前提として、議会や議員の活動協調を把握するため、次回以降の審議会でどのように対応する考えかについてであります。これに対し、総務部から今回の審議会の答申でも、 次回以降の審議会においては、引き続き議員報酬の考え方について、今後の議会の活動状況とその成果を注視しつつ、改めて検証されることが必要であるとの意見が付されており、議会基本条例に基づく議会活動の現状について、審議会委員が検証できる何らかの方法を次回以降に 担保できるよう審議会の事務職として整理し引き継いでいきたいとの答弁がありましたまた執行機関とは異なり具体的成果が市民に見えにくい議会と審議する側の審議会との意見交換等の機会設定の考えが問われこれに対し総務部から答申の中でも市民感覚としては 議会改革の成果を実感しうるまでには至っていないとの意見が付されており、課題等を整理しながら、次回までに十分に検討していきたいとの答弁がありました。以上、論点となりました以外にも、審議会への諮問に議員報酬を含めた根拠、議会活動と議員定数等との関連性及びそれらの在り方、最終報告の 審に反映のあり方、答申の執行期間内での検証経過、議員を除く特別職が条例改正後も、一時金や退職金が減額とならないことの説明責任の必要性などについて、主々、質疑応答が交わされた経過にありますが、両案については賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対の意見としては、審議会の答申は、特別職報酬等が一律7%の減額であって、その答申に沿って、議員報酬も提案されているが、ここ数年で、議員年金と日額費用弁償が廃止され、政務調査費も減額されている状況にあり、このような現状を踏まえて、今回は審議されるべきであった。 市民の中には、議員はボランティアで務めるべきとの意見もあるが、日本の議会制度を踏まえ、このような意見に沿った議員報酬削減の考えには賛成できない。また、給与制度は組織を動かす目的でできた制度であり、執行機関の特別職の給料が大幅に減額されれば、責任意識の希薄化や、県への失意にもつながることから、 極端な改定には賛同しかねる。さらに、今回の改定は、本則ではなく、不足での改定であり、不足では、給料と一時金及び退職金が連動しないことが規定されているが、市民が納得できる内容の分かりやすい制度を作るべきと考えるところから、利用案には反対するというものであります。一方、賛成の意見としては、 特別職の報酬等は、審議会を開催し、諮問と答申を行うことが原則的な対応であり、今回は原則にのっとり、審議会を開催した。過去の答申は、類似団体との比較が中心であったものの、今回の審議は、全体的に見るために必要な資料を求め、白紙から議論を積み上げて答申を行った。議会は、市民との 意見交換会を通じて議員報酬のあり方に関するさまざまな意見を頂戴してきたが経過にあるが、執行機関の諮問機関である審議会との意見交換の機会の設定については、今後、課題等を整理し、検討していく考えが示された。不足による給料減額は、一時金や退職金が給料と連動しない分かりにくさはあるものの、 執行機関が市民に対して説明責任を果たす姿勢が示された。以上のことから、両案に賛成するというものであります。異常のような賛否の意見がありましたので、両案は、消決に付された結果、賛成多数をもって可決すべきものと決定られました。次に、議案第96号、会津若松市特別職報酬等を 審議会条例の一秒改正する条例についてでありますが、本案については、特段、異論のないところから、原案通り可決すべきものと決定られました。次に、議案第84号、平成24年度会津若松市一般会計補正予算第7号のうち、党委員会に付託となりました案件についてでありますが、復興基金 積立金の重当事業の考え方などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については、特に異論のないところから、原案通り可決すべきものと決せられました。次に、承認第二十四号、平成二十四年度、合津若松市一般会計補正予算第六号の専決処分についてでありますが、本案については、 地方自治法第百七十九条第一項に規定する議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認められる、認めるときの考え方について質疑応答が交わされた経過にありますが特に異論なく承認すべきものと決定られました最後に請願第七号垂直離着陸機 m v 2十二 オスプレイ配備と低空飛行訓練への反対についてであります。本請願については、オスプレイの普天間基地配備を撤回し、かつ合図法部西部での飛行を含めた低空飛行訓練を直ちに取りやめるよう、関係機関に働きかけてほしいという内容にありまして、慎重に審査を進めた経過にありますが、さらに 慎重に検討する時間が必要とされるところから次回閉会中の継続審査をとして進めるべきものと決せられた次第であります以上で党委員会に付託となりました小案件全部につきましてその審査の経過と結果についての報告を終わります 次に、文教構成委員会の審査報告を求めます。文教構成委員会委員長、清川正則議員。 去る13日の本会議において党委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について例により単行議案から順を追ってご報告申し上げますまず初めに議案第97号会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例でありますが法案については何ら異論のないところから原案のとおり可決すべきものと決定されました次に議案第98号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例でありますが本案については独自基準の規定による施設運営への影響と効果などについて質疑応答が交わされた経過にありますが特に色のないところから議案の,通り決するものとおり可決すべきものと決定されました次に議案第99号会津若松市指定地域密着型 介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び同第1 0号会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の2案件についてでありますが法案については特に異論のないところから 原案ののとり可決すべきものとは決定でありました次に、議案第101号、会津若松市給水施設等の付設および管理に関する条例についてであります。まず問われましたのは給水管、給水施設の管理を51人以上のものに提供するものを条例、50人以下のものに提供するものを要領に分けて対応することのメリットとデメリットについてであります。これに対し健康福祉部から 地域の現状を踏まえれば、条例の適用範囲を拡大することは、規制の強化につながり、施設の改修や設備などを個人に仕入ることにつながる恐れがあるも,も,ものであり、メリットは少ないものと考えられる。なお、各給水施設について、条例と要領の適用になるか、その違いはあるものの、市が公衆衛生の実現に向けて取り組んでいくことには変わりないとの答弁がありました。ままたた問われましたのは 本市の一部地域には水質に課題があるものと認識するものであり公衆衛生の実現に向けて今後どのような取り組みをしていくのかについてでありますこれに対し健康福祉部からこれまで地域の実態把握に努めてきたところであり今後は補助制度を活用し施設整備をするなど水質の改善に向けて対策を講じていきたいとの答弁がありました 以上の論点以外にも条例の目的と枠組み検査体制のあり方などについて質疑応答が交わされた経緯にありますが法案については特に異論のないところから議案のとおりかけすべきものと決定されました次に議案第114号会津若松市城南コミュニティセンターの指定管理者の指定についてでありますが法案については独自基準の規定による施設運営への影響と効果などについて 質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないことから、議案のとおり可決すべきものと決定されました次に、議案第115号、会津若松港白鳥保育園の指定管理者の指定についてでありますが、法案については、何ら異論のないところから、議案のとおり可決すべきものと決定されました次に、議案第84号、 平成24年度会津若松市一般会計補正予算第7号のうち、党委員会に付託となりました案件についてであります。法案についてまず問われましたのは、委員会抽出論点である生活保護の現状と課題、その対応についてであります。この論点の中でまず問われましたのは、医療費扶助のチェック体制の強化についてであります。これに対し、健康福祉部から、現状の手数料によるレセプト点検では、 対応が難しいことから、今後はプログラムの見直しなど、適切な対応を考えていきたいとの答弁がありました。また、問われましたのは、今後の生活保護への対応のあり方についてであります。これに対し、健康福祉部から生活保護になる前の支援を考える必要があり、相談の段階で生活保護に該当しない場合でも、他の施策による解決を可能とする体制のあり方や、 地域との連携を含めた支援のあり方を今後検討していきたいとの答弁がありました。以上の主要な論点以外にも、学校維持管理の効果、野外活動等支援事業の実態などについて、終始、議論が交わされた経過にありますが、法案については特に異論のないことからところから、議案のとおり、かけするきものと決定されました。次に、議案第86号。 平成24年度、藍沢松市国民健康保険特別会計補正予算第3号、同第91号、平成24年度、藍沢松市介護保険特別会計補正予算第2号、および同第92号、平成24年度、藍沢松市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号の3案件についてでありますが、法案については何ら異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 次に請願第5号特例水準解消による公的年金2.5%削減の中止についてであります本請願は特例水準解消による公的年金2.5%削減の中止をするよう関係機関に働きかけてほしいという内容にありまして慎重に審査を進めた経過にあります本請願については公的年金世帯の現状と制度改正の趣旨などについて 委員間で討議を行ったものでありますが、一部委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。まず、反対の意見としては、今般の制度改正はの今般の制度改正の趣旨は特例的に支給額が据え置かれているものを解消し、本来の額に戻すものと考えられ、また限られた財源をどのように運用していくかが今後の課題であり、年金。 制度の持続可能性と現役世代への負担を考えれば、削減を抽出することは難しいと考えることから、本政がには反対するというものであります。一方、賛成の意見としましては、国民年金の給付額は、日常的な生活をすることができる水準のものではなく、年金のさらなる削減は、暮らしに打撃を与える、また年金額の削減は、地域の消費にも影響を与えるものと考えられ、 地域経済の活性化のためにも本請願に賛成するというものであります。以上のような賛否の意見がありましたので、本請願は評決に付された結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決定られました。次に請願第6号、生活保護基準の引き下げの中止についてであります。本請願は生活保護の老齢加算を復活すること、生活保護基準の引き下げをしないこと、 並びに生活保護の国庫負担は現行の70%から70、もとい、現行の75%から全額国庫負担とすることの3点について、関係機関に働きかけてほしいという内容にありまして、慎重に審査を進めた結果にあります。本請願については、ナショナルミニマムの実現と、公的年金との関連性などについて、委員間で討議を行ったものでありますが、 一部委員より賛否の意見がありましたのでその理由の概要を申し上げますまず反対の意見の一つ目としては労働加算の復活は難しいものと考えられまた生活保護費を全額国庫負担とすることにも全額国庫負担ととすることも実現することが難しいと考えることから本選がには反対するというものであります反対の二つ目のとしては 国は社会保障と税の一体改革により、生活保護制度の見直しを検討してきたところであり、今後の制度改正の現状を見定めることも必要であると考えることから、本政側には反対するというものであります。一方、賛成の意見としては、現に同齢加算の廃止により、生活保護の高齢者は給付が減少し、人間らしい暮らしが困難となっており、また、生活保護は最低限度の 生活を実現するために必要な額を積算したものであり、年金などの他の所得と比較されるべきものではない、憲法第25条で定めた理念を実現するためにも、本請願に賛成するというものであります。以上のような賛否の意見がありましたので、本請願は評決に付された結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決定されました。最後に請願第6号、あ、失礼。 最後に、に陳情第6号、会津若松市内でで生活すす。る自主避難者への支援についてであります本陳情は市が積極的な自主避難世帯の実態把握をすること自主避難専門のセンター窓口担当者の設置と支援一覧の情報開示をすること市から積極的な母子訪問や育児相談メンタルケアを実施することなど自主避難者への支援に 関する14点の実現を図るため、特難の措置を講じてほしいという内容にありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。また、市の事務に関連する内容にあることから、市民部に出席を要請し、審査の前提として、避難者支援に対する法的枠組み、本市の受 避難被者支援の現状について確認した経緯にあります。本陳情については、自由被難者の現状を考慮しながらも、国権の果たすべき責任、市民との公平性、並びに制度としての実現可能性などについて、委員間で討議を行ったものでありますが、一部委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。ままず反対の意見としましては 被害者の厳しい生活の現状については理解を示すものであり、委員会討議の中でも実現できることはないか、種々議論をしたものであるが、支援のための法的枠組みに課題もあり、また、本市が独自に支援することには、制度的にも財政的にも原価があると認識し、残念ではあるが、現段階では国権の制度の確立に期待せざるを得ないと考えるところから、本陳情には反対するというものであります。 一方、賛成の意見としましては、陳情の趣旨について理解を示すものであり、原子力発電所事故による被災者である自費避難者への支援が必要なものと考える、陳情の事故については、本市が実現できないことも多いと考えられるが、一部でも実現できることを考え、取り組むべきとの認識から、本陳情に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は評決に付された結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定されました。以上で党委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 次に産業経済委員会の審査報告を求めます産業経済委員会委員長長谷川光雄議員長谷川光雄議員 去る13日の本会議において党委員会に2つとなりました諸案件の審査の結果と結果についてご報告申し上げますまず初めに議案第84号平成24年度会津若松市一般会計補正予算第7号のうち党委員会に2つとなりました案件についてであります法案についてまず問われましたのは 買い物弱者対策地域ニーズ実態調査の目的とその活用方法についてであります。これに対し、観光商工部から少子高齢化、人口減少等の進展に伴い日常的な買い物に支障を期待している買い物弱者は全国で約 600, 人600万人いると推計されており本市でも この解決策を模索することが必要であると認識しているこれまでも交通弱者対策歩いて暮らせる街づくりの社会実,社会実証実験など買い,物弱者に対する買い物弱者対策に関する事業を限定した地域で行ってきた経過があるが本調査は地域を限定せずに買い物弱者に関する 市内全のの実態を把握するるものであるこれを踏まえ国の示す買い物着者対策の3要素である身近な店舗、商品を届ける出かけやすさなどの観点から実態にごした持続可能なビジネスモデルを構築,構築するべく関係団体と検討していくとの答弁がありました。次に問われましたのは 高齢者のみならず障害者も含めた調査対象者の考え方についてであります。これに対して、えー、観光商工部から買い物弱者は福祉サービス等の支援を受けず、自ら買い物をする高齢者という考えを原則としており、対象者については65歳以上でかつ介護保険制度における要介護2位以下の人を想定している。しかしかながら 障害者についても買い物でどのような不便を感じているのかあるいは福祉サービス等の利用により一定程度満足されているかなどその置かれた状況については関係部局にも確認しながら調査,調査対象者の範囲について調理したいとのい答弁がありましたさらに問われましたのはより効果的な調査とするため町、えー、内連携のあり方についてであります これに対して観光商工部からはこれまでは地域別の高齢世帯の状況対象者の抽出方法について関係福祉関係部長と調入してきた経過がある今後については具体的な調査内容等も調入を重ねるなど買い物弱者の実態をより把握できる調査となるよう連携を図るとと,ともに 得られた情報を福祉施策などにも生かすことのできるよう関係部局と共有していくとの答弁がありました以上,の論点以上論点となりました以外にもビジネスイン,インキューベーション事業補助金の補正措置した背景インキューベーション施設の果たす役割とその効果などについて 旨質に応答を交わされた経過にありますが法案については特に異論なく原案のとおり可決すべきものと決成られました次に議案第87号平成24年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算2号および同第89号平成24年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計 補正予算第3号についてでありますが、両案については、何ら異論なく、原案通り可決すべきものと決してられました。最後に、去る9月定例会より、次回閉会中の継続審査として進めておりました、陳情第5号、鳥獣被害防止対策、弔二会の設置についてでありますが、本陳情につきましては、 さらに10月23日続けて陳情者から取り下げ願いが提出されたところから、党委員会といたしましても、さらに11月21日開会した委員会において、これに同僚同意を与えるべきものと決定された次第であります。以上で党委員会に不得となりました、諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 次に建設委員会の審査報告を求めます。建設委員会委員長木村正義議員。木村正義議員。 春13日の本会議において、党委員会に付託となりました、諸案件の審査の経過と結果について、例により単行議案から順を追ってご報告申し上げます。まずはじめに、議案第102号会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例についてでありますが、法案については、使用料金の設定基準の考え方や、鶴ヶ城公園会津陸上競技場廃止後の在り方などについて、 質疑応答が交わされた経過にありますが、法案については特段異論のないところから原案のとおり可決すべきものと決定られました。次に、議案第103号、会津若松市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例、同第104号、会津若松市下水道条例の一部を改正する条例、同第105号、 会津若松市公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例、同第106号、会津若松市市道の構造の基準、技術的基準を定める条例、同第107号、会津若松市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例、同第108号、会津若松市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する 基準を定める条例同第109号会津若松市巡洋河川にかかる河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例、同第110号会津若松市市営住宅等の整備基準を定める条例、および同第111号会津若松市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の旧案件についてでありますが、これら旧案件については、 特に異論なく原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に、議案第112号、会津若松市改良住宅の一部を改正する条例、及び同第113号、敷設工事監督者が監督業務を行う水道の敷設工事、敷設工事監督者の資格及び水道技術,技術管理者の資格を定める条例の2案件についてでありますが、 両案については何ら異論なく原案の通り可決すべきものと決裁られました。次に議案第百十六号訴訟上の和解についてであります。本案については十三日に行われた総括質疑の内容についてこれまで建設委員会に報告されてきた内容と異なる趣旨の質疑が行われたことからその質疑内容の正確性を検証しながら。 慎重にに審査を進めた経過にありま,すまず問われましたのは和解に応ずる理由についてであります。これに対し、建設部から和解勧告は裁判所が慎重な審議の中で示した事案に即した解決策だと捉えており、仮に和解に応じず判決に至ったとしても、 和解勧告に示された内容とほぼ同様になることが予測され、争いの長期化が懸念されることから、今回の和解勧告を重く受け止めるべきと考えているとの答弁がありました。また、和解に応じるに際しての市の責任への考え方が問われ、建設部からは、相手方との,との協議の結果、最終的に 司法判断を仰わなければならないという経過の中で、貸し担保という視点から訴訟を行った、今回の和解については、司法判断に基づくものであると考えているとの答弁がありました。以上のような質疑応答が交わされたところでありますが、和解に応じるに際しての、市の責任への考え方について、再度見解を求めるべく、 市長に出席を要請し説明を求めた経過にあります。市長からは相手方もあることであり長期化を避けるべきであるとの判断から和解案を受け入れることとした。和解案を受け入れることによって当該土地は従来通り市の責任で今後も管理、一定の対応をしていかなければならない。現段階ではどのような形で今後の 安全管理や整理を行っていくかは未定であるが、それにより相当額の財政支出が生じた場合には、市民の皆様に説明することは当然である、和解をせざるを得なかったことに対する思いと、市民の皆様に将来的に負担をおかけすることに対して、お詫びを申し上げ、説明責任を果たしていきたいとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、訴訟におけるこれまでの経過や争点、今後の土地の維持管理などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特段異論なく、原案のとおり可決すべきものと決定られました。次に、議案第117号、会津若松市川東城下センター増設工事委託協定の一部変更についてでありますが、 法案については何ら異論なく原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に議案第84号、平成24年度会津若松市一般会計補正予算第7号のうち当委員会に付託となりました案件についてでありますが、法案については特に異論なく原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に議案第85号、平成24年度会津若松市 水道事業会計補正予算第1号、同第88号、平成24年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算第2号、および同第90号、平成24年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算第2号の3案件についてでありますが、これら3案件については何ら異論なく、 原案の通り可決すべきものと決せられました最後に陳情第七号建設工事の発注標準化についてであります本陳情は藍津若松市が発注する建設工事を平準化することについて特段の措置を講じてほしいという内容にありまして藍津若松市議会基本条例第五条第四項の規定に基づき陳情 社に出席を依頼し、陳情の指示説明と意見陳述を求めたところであります。また、市の事務に関する内容でもあることから、建設部及び水道部に審査の前提として、執行内容の現状について説明を求め、その上で、委員間討議を行ったところであります。その委員間討議の中では、発注案件によっていろいろなケースはあると思うが、 過な限り、限り平準化に努力することができるのではないか、との内容で合意が図られ、外意の趣旨当然と認められるところから、採択すべきものと決せられた次第であります。以上で党委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 以上で、各委員会の審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。以上で質疑を打ち切り、討論に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、質疑を打ち切り、討論に入ります。伊藤国議員 私は、議案第116号、訴訟上の和解について、反対の立場で討論をいたします。さらに、請願第5号、特例水準解消による公的年金2.5%削減の中止について、請願第6号、生活保護基準の引き下げの中止について、陳情第6号、会津若松市内で生活する 自主避難者への支援についての参議案については、賛成の立場で討論をいたします。まず、議案第116号、訴訟上の和解について、反対の理由を述べます。本案は、旧北会津村が平成16年9月に北会津村議会議決を経て購入した土地について、 その土壌が広範囲にわたり、ひそに汚染されていたことが判明したことから、市が当該土地売買契約を解除し、被告に対し、土地売買代金および損害賠償金等の返還および支払いを求め、平成23年8月4日に、福島地方裁判所会津若松支部に訴えを起こしたことに対する裁判所の和解案に、 同意をしようとすするものです和解の内容のうち、損害賠償金の支払いについては、裁判所が市が被告に対して支払いを求めた3858万8800円のうち、1500万円の支払いだけを認定したと言えるもので、全く妥当性に欠けると考えます。なぜなら、市が支払いを求めている損害賠償のうち、 38800円は、すでに当該土地の造成工事や土質調査業務委託の費用等で支払い済みの金額であり、裁判所は市の支出済み金額全額についての賠償金支払い案を提示すべきであり、市もそれを求めるべきです。市が 1500万円にとどまる損害賠償金の支払いの和解案に同意すれば市民の欠税の有効活用の点で到底市民が納得できる説明をできるものではありませんよって市民の利益に反する今回の和解には同意すべきではないことを考えることから本案に反対いたしますなお 土地売買代金についても同様の考えから、本来はあくまでも変化を求めるというのが本質ではありますが、企業再生支援機構の支援を受けて、会社再生途上の被告が、重大な瑕疵のある土地を今後長い間、安全に監視や管理ができるかどうか疑問があり、市民の安心安全のためには、市において管理することがやむを得ないと考えることを申し添えます。 次に、請願第5号特例水準解消による公的年金2.5%削除の中止について、賛成の立場で討論いたします。特例水準の解消とは、平成11年から13年までの間、物価が下がっていたのに、特例として据え置いた分を現在の年金額から引き下げて、本来の水準にするという意味です。 今年から3年間で年金受給額を2.5%削減しようとしています。1年目だけで約6000億円の給付減という、過去に例を見ない大幅減額となります。年金と連動して措置されていた障害者・障害児への手当、一人は家庭への児童扶養手当、被爆者への医療特別手当も、 3年間でで解消すするるとしているので同様に下げられます物価が下がっているのだから、年金も下げて当然でしょうか。物価スライドの元になる消費者物価には、高齢者の暮らしを直撃している国保税後期高齢者医療保険料や介護保険等、税金の増加は反映されておりません。消費者物価が下が下った理由はテレビや 電気冷蔵庫の値下げ、公立高校の授業料の無料化という高齢者の生活には関係のない原因です。年金を減らすというのは、年金を減らすなというのはわがままでしょうか。スーパー等の小売業も飲食業も、支給日の15日には売り上げが伸びます。地地域域のの中をを循環し、地域経済を潤すのが 生きたお金です使える年金が増えることこそ、消費を拡大し、地域の経済も活性化させることです。さらに、若者世代のためにやむを得ないですか。でも、基礎年金の国庫負担の割合を下げようとしておりますから、結局は現役世代の受け取れる年金も下がってしまう仕組みになっています。そもそも、65歳以上の高齢者世帯の 64%は年金だけが収入ですただでさえ、生活保護以下の年金で頑張って暮らしている高齢者が多い中のさらなる年金削減は、生活保護受給者を一層増やしかねません。よって、公的年金の特例水準解消による2.5%の削減は行わないよう、国に求める請願の願意は当然であり、賛成といたします。 次に、請願第6号、生活保護基準の引き下げの中止について賛成討論をいたします。ナショナルミニマムとは、国家が国民に対して保障する最低限度の生活水準のことです。憲法25条で、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると同時に、これを保障するために、 生活保護法があり、最後のセーフティーネット、命綱と呼ばれています。個人がどんなに頑張って努力しても生きることができないとき、一人一人が自立するための支援は国家が行うという国の社会的使命が生存権の本質です。今、生活保護以下の年金で暮らしている人が多いから、生活保護基準も下げるべきという理由は、 逆さまです最低限度に足りない年金の方には、生活保護を支給すべきです。よって、すでに引き下げた老齢加算を復活すること、生活保護基準の引き下げはしないこと、全額国庫負担にすることに賛成の討論といたします。最後に、陳情第6号、会津若松市内で生活する自主避難者への支援について、 賛成の討論をいたします陳情者は、原発避難者特例法に基づく指定市町村以外の区域、主に中通りから自主的に避難してきた区域外避難者です。陳情者は安心して自宅に戻れない以上、一日も長く避難生活を続けたいと願っています。しかしか 二重生活や長距離通勤により、家計には大きな負担となっています。だから、本市に支援体制を整えてほしいというもので、陳情の趣旨は理解できます。さらには、子ども被災者生活支援法が施行され、基本理念として、被災するもあもとい避難も期間も自らの意思によって行えること。 いずれの選択をしても適切に支援すること、被災者にとって言われなき差別が生じないよう配慮すること、子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、特別の配慮がなされるべきこと、長期間にわたってもその間、確実に支援を実施すべきと定められております。避難しない隣の住民に対して悪いと思わないのか。 学校が普通に開校している地域から、他市の学校に通いたいというのはわがまま、などという考えは、言われなき差別に当たります。このたびの陳情の養子の項目については、本市の負担で行うことは難しい内容が含まれております。しかし、自主避難の家族が住民票の有無の違いはあっても、現実として本市に生活しておられます。 できることからまず、支援をしていくことが必要と考え、陳情の要旨1、市から積極的な自主避難世帯の実態把握、要旨の2、自主避難専門の支援センター、窓口担当の配置と支援一覧の情報開示については、一部採択とし、すぐに対応可能なものと考えるところから、賛成の討論といたします。 以上で討論打ち切り採決に移りたいと思いますがご異議ありませんか満場ご異議ないものと認め討論打ち切り採決に入りますまず反対意見のありました案件を分離し採決いたします議案第116号訴訟上の和解についてはこれを原案のとおり決することに 賛成の方の規律を求めます。はい、結構です。規律多数。よって、議案第百十六号は。原案の通り、結成られました。次に。請願。第五号。特例水準解消による。公的年金。 2.5%削減の中止についてはこれを採択することに賛成の方の規律を求めますはい結構ですすみませんもう一点意思を確認します、えー、これを採択することに賛成の方の規律を求めますはい結構です 起立少数よって請願第五号は不採択と決成られました。次に、請願第六号、生活保護基準の引き下げの中止については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。はい、結構です。起立少数よって 請願第六号は不採択と結成られました。次に、陳情第六号、会津若松市内で生活する自主避難者への支援については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。はい、結構です。起立少数、よって 陳情第6号は不採択と決成られました続いてただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします以上の諸案件については各委員会の審査報告のとおり決することに御異にありませんか満場御異議ないものと認めます よって以上の諸案件は各委員会の審査報告の通り結成られました以上で本日の日程は全部終了いたしましたのでこれをもって12月定例会を閉会いたしますお疲れ様でした